ブルーアーカイブからこんにちは、どうもレオンチャンネルです。今秋葉原駅がさ、ブルアカにジャックされてて、反対側の中央口もすごいことになってるんですよね。ただ来たのは、はい、こちら魂ネーションストア東京、仮面ライダーバルバラドのアーツとかその他をちょっと確認しに来たんだけど、やっぱすごかったわ。てかもう真骨頂じゃんみたいなビジュアルなんだけど、あのポチった時にさ、左目の複眼の下あたり、この白いところ、ここがさちょっとスペース空いてるじゃん。これが本来空いてないんですよ。なのでこことかが到着までで治ってるのかな、むしろ展示物とかどうなってるのかなと思って、それを確認しに来たんだけど、やっぱりちょっと隙間が空いてて、まあ若干の造形ミスがあるので、まあそれはちゃんと到着時までに治ってくるんだと思います。まあ、それ以外のところはグラデーのかかったこのオカルト的なねカラーリングだったりとか、ビークル属性のさメカっぽさがしっかりあったりとかで、すごい良かった。でかかったし、しっかり。あとは仮面ライダーマジエドも、まあ、改めて見ましたけど、これも早く到着してくれって感じ。もうガッチャードのサンライダーとして展示されてて、それぞれ3人ともね、ほんとコンセプトが違いますよね。それでフィーバーゾンビ、そう、これもね、見に来たんですよ。で、二刀流状態で展示されてて、で、今回これが発売したおかげで、下半身ゾンビをね、他のアーツに組み合わせて遊ぶことが可能になりましたので、ベルト、はい、こんな感じで、相変わらず、超造形ですよね。なので、まあ、もともとのバッファー自体が、非常に出来が良かったので、まあ、安定のクオリティだった。で、真骨頂に関して、以前は99番が謎でしたが、99番目の発売ね。これが仮面ライダー X と公開され、栄光の7人ライダー、7人ライダーがさ、これでもう揃う直前ですよっていうので、ほら、全員集合。栄光の7人ライダーで、ストロンガーだけが、まだ、発売してないんだけど、まあ、真骨頂クオリティで、すでに参考出品されておりますので、ストロンガー、アマゾン、X、ライダーマン、V3 で、2号、1号で、まあ、細かいこと言うと、2号は旧カラーバージョンがいるよね、みたいな。そっちの真骨頂も発売してくんないとね、みたいなところはありますけど、正確にはそっちのカラーの方が並び的には合ってるんだよね。もちろん X ライダーに関してはすでに予約済みですので、本編の方はね V3 を見終わってそのまま X ライダー見てるんだけど、まだ全は見終えてないって感じですね。まあこれが到着するまでに見終えたいなと。あとは再販系ですね、ヘイジェネエディションで、まあ、7700円でどれも昔よりは価格が上がってるんだけど、新品で手に入りますよっていうので、ただ修正とか別に色修正とか入ってないよね。結局これが全部同じ価格で、マッハとかジオ系とかゴースト系とか発売されてると。ドライブとかね、一般発売、一般の再販ですよね。エグゼイドとかで、超合金サザビーさ、そう、これ気になってて、超合金のあれよ、水星の魔女系が結構プレーンな造形だったから、あとはあれか、マイティフリーダムもおもちゃっぽくって、両方ともスルーしたんだけど、初期のやつは買いましたけどね、一般発売の普通のエアリアルのやつは。要はダブルホーンファンネルっていう新たな解釈のファンネルを持ってて、これが後ろのね、あの小さいところのポットのところ、ポットの場所にガッチャンと、でかく接続されるような感じで、とはいえプレ版であれ福岡受け取りだったっけ、で発売した瞬間に売れました、売れ切れましたね。でも4万円とかだから、僕はこの辺はね、マイティフリーダムもそうだけど、メタルビルド待ちなんだっけ、その価格出すんだったらメタルビルド買うかなと思って、メタルビルド待ちなんだけど出てくんないかな。あとは結局この辺僕ポチってなかったので、やっぱりポチるべきかどうかっていうので、まあ、これ見て最終ポチりました両方とも。で、シンもね出るしね、まあ、一番欲しいのはシンだなと思ってたんだけど、シンも出るし、スローターダガーもこれロボ玉で合金とか使われてないんだけど、オプションパーツてんこ盛りで1万2000なんすよね。さすがに最近ロボ玉は
何でもかんでも、このモルモットタイのやつとかも買いましたけど、結局何でもかんでもじゃなくて本当にピックアップしてちょこちょこ買ってるって感じですね。最近はブルーディスティニーのロボ玉も買いました。で、僕これに買いに行ったんですよ。これが店頭発売。僕ね、発売日当日動画制作でめっちゃ忙しくて忘れてて、スコープドックのハイメタルワールド、これメタルビルドぐらいでかいんだけど、しかもね、予約してなかったみたいなの、予約してたかと思ったら予約してなくって、やべと思って午後に買いに行って、あれ予約してましたっけみたいな感じで、予約してませんって言われて、でここで売ってるっていう風な情報があったので買いに来たけど売り切れだった。じゃあ進行調整法のこの台座買って帰るかっつって、これを2個買って帰りました。これがね、今回の進行調イベントの全てのライダーにこのように一緒に展示されてて、まあ、この使い方が一番好きかな。ファイズのライダーキックとかのこういうキックポーズと組み合わせてね、と。あとは、そうそう、前回さ、ジェットスライガーを撮った時に、レオンさんの座席側、もっとちゃんと見た方がいいですよっていうコメントがいくつかあって、なのでそれも確認しに来たんだけど、すごいね、座席側確かに。ちゃんとさ、ちゃんとこう、手が入るところがあって、液晶とか、細かいボタンとか、めちゃくちゃ本編っぽさ。まんまで、いや確かにこれはすごいわ、感動した。あとはネクストの後ろ側をやったら見たりとか、これ背面よく見たらすげえ造形細かくてかっこいいなみたいなので、今感心してるとこっすね。まあこれは前回から展示されてましたけど、でサイドバッシャーもスピードメーターとかどうなってるんだろうと思って見たかったんだけど、これは角度的にちょっと見れませんでしたね。でオートバジンのビークルモードに乗ってる状態のファイズ、あ、そういえばカイザーのあれだっけ、アクセルの展示ももう始まってるんだっけ。それは僕が行ったタイミングだとまだなかったな。でちょうどね、人がねあんまりなかったんで、ゆっくり真骨頂ガイムバロン見ようかなと思い、アームズチェンジのしてる状態のものが展示されてたので、1号でバロンオレンジとかパインとかしっかりサイド見てきましたけど、前回見た時にさ、まあ、ちょっとマッシブだけど、もともとの新、アーツ、ガイムアーツで出来いいよねと思って帰ってきて、家のガイムアーツ見たらやっぱねちょっと細かった、で全然違ったから、やっぱねバナナこれ見栄えいいっすよね。かなりこうパーツを細分化して着せ替えできるようですが、ちょっとその辺もね実際早く遊んでみたいな。とかガイもオレンジアームズ特に見栄えいいな。バロンもでもアーマー周りのプリントの入り方、印刷の入り方がだいぶねパワーアップしてて、ほんと本編のスーツまんまやりきってるわ。あとは場所を移動してガシャポンエキスポを見に池袋のサンシャインシティ来たんだけど、もう終わっててさ、3月 YouTube 忙しいから、いや3月のね末で終わってたらしい。で僕は4月入ってこれすぐ見に行ってきたんだけど、あの HG リンネとか、あとはファイズの半分オルフェノクになってるやつ、あれとかも展示されてたみたいで、ワンチャンまだあるかなと思ったけど全くありませんでした。で今後、まあ、ガシャポンで発売するアイテムも、まあ、一部展示されてて、この辺がガシャポンブンブンかね。でもやっぱね、ちょっとデラックスを知ってる僕からすると結構さっぱりしてんなって感じ。変形リミックもないしね。でキャラクタースイングもいつも通り出ますよと。あとは発売済みですが、なりきりブンブンジャーね、これはもうすでにガシャポン買ってますのでまたレビューしますけど、一番チェンジアックスをね最初に手に入れられるのはこのガシャポンなりきりガングなんですよね。ラインナップがチェンジャー系が結構充実してて、どれにも塗装されてるブンブンカー、ミニミニブンブンカーがついてくると。これも豪華仕様だよな。あでももうね1回200円の時代は終わりまして、1回300円ですからね。でメタルスイング、メタルスイングはねなんか最近やたらと出がち。あとプレバンショールームにちょいと見たいものがあって、まあ、これは前回見ましたので、スイちゃんのマイクですね。スイちゃん専用マイク、ビビデバめっちゃ良くない？いや現地単独ライブとかやってくれたら絶対行くんだけど、単独ライブやってくんないかな。もう VTuber じゃないですよ、もうアーティストっすよね。
いやちょっとビビデバ特にね、ちょっと新曲感動してます。 PV もすごいのでリンク貼っときますから、もう見てください。シオンの素敵なステッキは結局まだポチってないんだけど、まあどうしよっかなって感じですかね。スイちゃんのマイクはまあ7000円するんだけど、8000円かするんだけど、それ相応の質感はあったって感じ。あとは秋葉原のそのブルーアーカイブヨースタージャックか、ヨースター改札っていうのがねできてて、すごいことになってますよと。多分これも標準なのかな、中央改札出るとヨースターショップがあって予約限定ので、上が液晶のこのラウンドシェル液晶になってるっていう、これも見応えすごいので、魂ストアに行った方はヨースター改札もぜひ見ましょう。ヨースター改札から歩いて5分でワンアップ行けますので、僕のソフビの新作の赤化メタリックカラーも先着販売開始してますので、すごいいい色じゃない。やっぱヒーローはね、1回ぐらいは石にならないとね。でレオンレッドもさ、ずっと完売だったんだけど、また再販、4時再販とかだったっけ。もうほんといつもありがとうございます。レオンレッド君もまたまた再販開始になりましたので、今行けば買えますのでよろしくお願いします。あとはあれだね、4発シールも在庫復活しておりますので、どちらか片方しかまだ買ってないよとか、この間行った時に完売でしたっていう方はぜひよろしくお願いします。以上レオンチャンネルでした。